高木豊。阪神、優勝のわけ。野球評論家の高木豊さんが10日、自身の YouTube チャンネルに新規投稿。38年ぶり2度目の日本一となった阪神の強さの秘密を語った。高木さんは開口一番、まずキャンプでの緊張感が違ったと復帰した岡田彰布監督の存在感を指摘した。いつもだったらグラウンド降りて、監督どこ？って聞くと、あそこにいますよ。監督とか言ってくれるんだけど、平田勝夫ヘッドコーチが、ちぃ、待ってくださいと。ピーンと張り詰めていると緊張感のある練習が選手を成長させたと分析した。さらに、岡田監督が断行した内野陣のコンバートについても、本当に不動のオーダーを敷けたというのが、一つの安定にもつながったし、勝てる要素とすればすごく良かったと思うんだけど、その中で調子が悪い佐藤輝明をファームに落とすとか、それによってまた緊張感も生まれてきたよね。その緊張感からか、怪我人があまり出なかったとし。岡田監督が抗議をする、審判に。あの姿って戦っている姿なんだよね。岡田監督はしっかり正論を突き進もうとする。それによってルールが変わった事例もあるし、そういった意味では戦う姿勢を監督が一番見せている。そういうことで一つになると、岡田監督の姿勢がチームに一体感をもたらしたと語った。岡田監督になったらタイガースに手のひら返しの高木豊。結果論高木ですから。ルール自体は変わってませんのやけどね。運用が変わっただけで。これが梅野の言ってた、昨年はぬるかった発言になったのね。去年と全然違ったんやろ。ええ話や。レギュラーはバラ色のオフやで。カツオさんがうまく間を取り持ったんだろうな。ワイワイやる矢野監督とは真逆なのが新鮮で、新たに良い効果を生んだんだろうな。高木さん、岡田監督のこと大好きだよね笑い。豊さんは岡田さんが好きなんだろうね。学生時代に日米野球のホテルで同室になってから、今日まで可愛がってもらったのを忘れてないんだね。